新しいナノを見せられればいいなって思ってる、本当に。ぶっちゃけ一番緊張してるかもしれない。これは予想以上ですね。あそこの冷やし中華食えば最高のバラード会だよね。超かっこいいっすもんね。いろんな唐揚げ食べてきたけど、この唐揚げ多分一番美味しいと思う。新しいちょっと引き出しを開いたっていう感覚で歌ったから、何かが始まる感じ。最果てのストーリー抱いてあてもなくさまよい続けた滲んだニュー Ready for it! この戦いがすごく大きくて、自分の存在感をすごいこう噛みしめるアニメだと思う。そういう意味で英語でエグジスト。3曲目がナノバージョンのみに収録されているロックバラードなんですけど、ストレートに歌詞が伝わる歌詞を作詞させてもらいます。唐揚げがね、お腹の中で鳥になったら飛び出しそうなんだよね。単純に食いすぎでしょ。I don't know why. And I don't know how.